中川博隆の見えるラジオ。はい、皆さんこんにちは、中川博隆です。見えるラジオ第7回目の放送でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。中川さんはですね、毎朝見回りと称しまして鎌倉の海岸をですね、散歩してるんですけど、海がものすごい綺麗なんですよ。緑、青緑に光っておりますね。よく澄んでる感じがします。まあ地球温暖化とか、まあ、言われて、地球がやばい状況になっているところで、それを地球を憂えた宇宙人がコロナ菌をこう撒いたんじゃないかなってことをこう思ってしまったりなんかするんですね。まあそんな昨今でございますけど、おはがきが来ております。新潟長岡の杵渕佳代子さん。見えるラジオパーソナリティ、パーソナリティなんだよなこれ。中川博隆さんこんにちは、初めておはがきします。見えるラジオ毎回楽しみにしています。見ています。さて、私は中川さんが大好きなので長いことコンサートなど見に行っていましたが、忘れもしなさしません。2017年4月25日、中川さんのベースを見て脳みそドッカン、胸がズッキーン、いても立ってもいられず、その翌日自分もベースを買ってしまいました。すごいね。まだまだうまく弾けませんが、本当に中川さんのベースかっこいいです。そこでリクエストは、ヒネルズの CD の中で中川さんが一番ベースが効いてると思うのを、思う曲をお願いします。何の曲かな、楽しみということなんですけれどね。藤本智彦が書いた感激ロックという、これのベース、こうシンコペーションだったってこれね、ちょっとかっこいいんですよ。じゃあこれを聞いていただきたいと思います。ヒネルズで感激ロック。感激感激雨あられ、おいらのラブはゲームじゃねえ、なハートがジャンプすりゃお前のしもべさ様で二人で、 Oh love 二人で love 感激 love、 これこそ俺らの愛の歌、お前のキスは俺のもの、元カレどもの夢の後、俺らが本当の夢見せてやるぜ。 Oh love 一緒にロック、感激ロック、なんだかんだ言っても好きだろう、 Please love me、 俺らのここんとこ好きだろう、 Say you love again、 いやよいやよも好きだろう、 Daddy I love you、 俺らの全部がとにかく好きだろう。お前と出会って一頃で、足はガクガク見もだえて、お前がいなけりゃ意味がねえ。 Oh love 二人でロック、感激ロック、お前のしもべさ様で二人で、 Oh love
ビじゃないのよラジオなの見えるラジオ、4月の間ツイスト動画を皆さんから募集しておりましたけれど、応募してくださった方の中からですね、抽選で、豪華賞品が当たると言ってまいりましたけれど、先日その抽選会が、警察官立ち会いのもとですね、取り行われました。その模様を見ていただくんですが、その前にですね、この動画を一つ見ていただきたいと思います。中川博隆初監督作品、せっかちすぎるようお嬢さん、どうぞ。君がぶつかってきた。ごめんなさい、急いでいたの。謝る君と目と目があった。私ドキドキしているわ、どうかしたのかしら。君の目がハートになっていた。ちょっとちょっと、カチカチお嬢さん、僕らは名前もまだ知らないよ。ちょっとちょっと待って、せっかちカチカチお嬢さん、運命追い越しちゃいけないよ。最初のデートは喫茶店、クリームソーダ2つ頼んだ。来週ママに笑む君に僕は合わせるよ。私ドキドキしているわ、反対されても絶対に負けないと誓うわ。ちょっとちょっと待って、何？せっかちカチカチお嬢さん、僕らは住所もまだ知らないよ。それね、ちょっとちょっと待って、せっかちカチカチお嬢さん、運命追い越しちゃいけないよ。なぜこの動画を見ていただいたかと言いますと、ここで使われていたいろんな小道具がありましてですね、その小道具が実はその景品の一つになっているという、ことでですね、ご覧いただきましたけれど、それでは5月8日に、にぎにぎしく取り行われました抽選会の模様です。どうぞ。見えるラジオ、今日は特別編ということで大抽選会を行いたいと思います。皆さんからツイスト動画たくさん応募いただきました。
全部で75とか8とか、まあ、そのぐらいの数が集まったんですね。どれもユニークな面白い作品ばかりでした。その応募された方の中から10名の方に豪華景品が当たるという抽選会でございます。本来4月15日に、取り行う予定でありましたけれど、あんなコロナこんなコロナで、今日に順延になってしまいました。早速始めたいと思いますけれど、今日はですね、その抽選会公正を期すためにですね、宮古島の方から、守くんという、警察官に来ていただいております。紹介します。この人です。守くんですね。やや小ぶりなんですけれど、この人がずっと見ております。不正は行いません。それではですね、どのような方法かと言いますと、皆さんから送られてきたその名前がここにね、紙に書いてあります。でこれをですね、抽選箱にこう入れます。はい、入れますよ。はい、ザザザザーと入りました。入りましたらですね、ここから1枚こう抜くわけですね。はい、最初の人はこの人です。テイク&ミーさん。タケ&メーかな。違う、テイク&ミーだろうね。方、おめでとうございます。この人に何が当たるかはこれからダーツで決めていきます。それでは回してください。どうぞ。えいっ、おっと、 CD かと思いきやレモン絞り機です。おめでとうございます。レモン絞り当たりました。レモン絞りは何かと言いますと、レモン絞る機械ですね。こういうものでね、非常にヒネルズのみんな全員持ってますこれ、ということでおめでとうございます。それでは2人目、2人目の方はこの人、ルルさん。さすがですね、ルルさん引きがすごい。はい、ルルさんには何が当たるでしょうか。回してください。いきましょう。えい、さとこさん牛。さとこさんの牛が当たりました。おめでとうございます。さとこさんの牛というのは、せっかちすぎるお嬢さんの時にですね、PV がありましたけど、そこでさとこさんがこれをかぶってもうって言うんですね。でそれが当たりました。ルルさんおめでとう。3人目はこの方、丸木美香さんですね。丸木美香さん3人目、丸木美香さんには何が当たるんでしょうか。えい、真ん中当たった。アメちゃんが当たりました。アメちゃんね、これはね、さとこさんのアメちゃんブギウギっていう歌がありますけれど、そのアメちゃん、さとこさんはね、大阪出身なんでいつもアメちゃん持ってるんですね。特に、最近も素晴らしいアメちゃんがあるらしくて、喉にすごくいいアメちゃんがあるということで、今ここにはありませんけれど、そのアメちゃんをお送りしたいと思います。はい、では4人目いきましょう。4人目の方はよし、じゃあこの人、恵美大木さんですかね。恵美大木さんおめでとうございます。4人目の方はこれ、はい、グラグラ言ってますけど、えい、足つぼですね、これね。足つぼ当たりました。足つぼは何かと言いますと、そのせっかちすぎるお嬢さんの時にガラガズののんちゃんが、踏んでたんですね。さとこさんの説得を聞きながらも、ずっとこれを踏んでたというね、皆さん気づいてましたか。これを差し上げます。そして今度は5人目かな。5人目いきましょう。はい、カバウマ、ウマさん。この落ち着きのない動画だね、これが。カバウマ当たりましたよ。はい、カバウマには何が当たるでしょうか。えっ、おー、カバウマ CD 当たりました。おめでとう。ね、
もう持ってるんじゃないの、持ってたんじゃないの、持ってたかもしれないけれど、じゃあまあ人にプレゼントでもしてあげてくださいね。おめでとう、 CD が当たりました。 CD はこれだね、ひねるずの最新アルバムね、レッツひねるずが当たりました。そして今度は何人目、6人目、6人目はこれ、はい、中島由紀子さん、おめでとうございます。6人目中島由紀子さんです。中島由紀子さん行きましょう。あそこにアボカドの靴下あったけどね。おめでとうございます。ベートーベンのカツラです。ベートーベンのカツラというのは、あの新澤敏彦さんが、かぶっていた、ベートーベンの役でかぶっていたこれですね。これ素晴らしいですよ。中川さんもかぶってみましょう。ダダダダーンってやつですね。これが当たりました。おめでとうございます。喜んでるんでしょうか、喜んでくれているでしょうか、ね。次は7人目の方はこの人、ぶっちゃんさん、おめでとう。ぶっちゃんさん、ぶっちゃんさんは何が当たるかな。えい、あ、また CD が当たりました。おめでとう、ぶっちゃんさん CD が当たりました。おめでとうございます。ぶっちゃんさんには海彦山彦の CD を差し上げましょうっていう、嘘だよね、ひねるず差し上げます。次8人目はこの方、はい、荒牧しゃけさん、あげたくないな、まあ、しょうがないか、お前さん見てるからね。荒牧しゃけさん、おめでとうございます。荒牧しゃけさんには何が当たるでしょうか。CD あげたくないな、まあでもしょうがないね、おまわりさん見てるからね。では荒牧しゃけさんには CD 差し上げます。海彦山彦です。それでは8人目、9人目だね。9人目の人はこの人、カオさん、カオさん当たりました。9人目カオさんは何が当たるでしょうか。いきます、えい、アボカド靴下当たりました。アボカド靴下はですね、せっかちすぎるよお嬢さんの時に、さとこさんとなぜかお父さんも一緒に履いているというね、このアボカドの靴下いいですね、アボカド。はい、そして10人目、最後の当選者は劇団飛行船さん。劇団飛行船さんをね、赤ずきんとあの狼のね動画を送ってくれましたね。へえ、まあいいでしょう、行きましょう。 CD が3つもある。うわ、中川さんのカツラおめでとうございます。いい人にいいものが行きましたね。劇団飛行船さんには中川さんのカツラです。カツラこちらです。中川さんはお父さんの役でかぶっておりましたね、このカツラですね。はい、おめでとうございます。ということで、大抽選会これにて終了でございます。ご応募していただいた多くの方々、外れちゃってごめんなさい。どうも、また新しい企画ありましたらどうぞお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。今日はどうもありがとう。景品の中にレモン絞り器っていうのがありましたけれど、これはどんなものなのかというのをですね、ようちゃんに説明していただきたいと思います。どうぞ。ご当選おめでとうございます。はい、パチ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 、数ある景品の中でもこのレモン絞りウグイス、
これ非常に優れものでございまして、いろいろ私も試したんですけど、こういうやつ、挟むやつ、これはここからレモンが飛び出すし、種が中に入ってしまうんですね。でそれでジャーツンでこのニンニク絞り器を使ってみたんですよ。でここにガッて入れてギューって絞ったら、今度は皮の渋みまでレモンにガッと一緒にこの中に入ってしまうということで、それにつけてもこのレモン絞りウグイス、ちょうどいい塩梅で果汁だけがしかもかっちり絞れて中に入る。では早速やってみましょう。お好きな飲み物をね、我々は必ずこのソーダを使います。ソーダをもちろん好きな飲み物ではあってもいいですが、今日はソーダだけでやってみますね。シュワシュワですね。うまそうですね。たまらんですね、これはね。そしてここの飲み物の中、ここの中にレモンを8分の1ぐらい入れています。でこれ絞るとき必ず、泣いてください。泣かないとこの穴からピュッて前に出ちゃいますね。おー、キャキャピュピュカカカカ、何でも噛めません。カカカカカ、何でもいい。はい、見事レモンがそうこう言ってるうちに綺麗に入りました。見えますか。うまい。夜はこれにお好きなお酒を入れても美味しく飲めるかと思います。それではごきげんよう。もう一つ、さとこさんのアメちゃんっていうのが当たりましたけれど、そのアメちゃんっていうのはどんなものなのか、さとこさんが説明してくれております。どうぞ。こんにちは、山野さとこです。この度はキャンペーン当選おめでとうございます。私のおすすめする景品はこれ、じゃじゃーん、森下仁丹の花のど天茶飴と言います。このおじさんが目印ですね。森下仁丹、皆さんご存知だと思います。ここから出ている飴ちゃんなんですけれどもね、これが声を使う仕事の人は結構これを愛用しています。ノンシュガーで、それでミント系、ユーカリとかミントが入ってて、あとはこの天茶のエキスとかも入ってるんですけど、よくミント系にありがちなこう喉がすっきりしすぎるってことがなくて、これを舐めるとこう潤いが持続するんですね。なのでとってもよくって、私はレコーディングの時とか、あと、コンサートの前とか必ず舐めたりしてます。でこれもともとね、花粉症対策として売られたらしいんですけれども、ゆきさおりさんとか矢野あきこさんとかも愛用してらして、コンサート会場にも売ってます。で一時はあまり売れなくて生産中止になったことがあるんですけども、その時にゆきさおりさんたちが、お願いですから生産をやめないでくださいっていうふうに、仁丹の森下仁丹の社長に直筆で手紙を書いたそうなんです。それでまた生産がされるようになったというもので、とにかく私も大好きで、声優の田中真由美さんからおすすめされてからずっとこれを舐めてます。あらゆるのど飴試したんですけどね、もうこれが何といっても一番なので、もう今ではこうやってね、はい、まとめ買いをしちゃったりなんかしてます。もうこれもね、何回目かっていう感じですね。はい、でこんな感じでね、のど飴はどういうのかというと、はい、これぐらいの粒なんですよ。でこれを一粒舐めると、うん、うん、飴ちゃん食べるか、糖分いるやろ、まあ、これはノンシュガーなんですけれどもねそんな感じでとっても喉がすっきりする飴ちゃんです。ただ冬にね、外でマスクをして外出してこれを舐めてると、もうとにかく目にシューシュー、この吐いた息からこうミント系がこのマスクからの間に来てですね、もう目がとにかく開けてられないぐらい、もうしょぼしょぼしちゃうので、不意に舐めるのはどうぞお気をつけくださいというわけで、愛用してくださいね。おめでとうございました。乳酸菌日の高ぶ見えるラジオ、みんなの長野秀子という新コーナーでございます。この絵を描いてくれたのは長谷川義文ね、そっくりに描くものですね。
前回も お話ししましたけれどですね、長野秀子さんという方はとても面白い逸話が多数ございます。それをいろんな方に語っていただくことによって、長野秀子の人物像を深く、掘り下げていきたいと思っております。1回目は、ケロポンズのケロちゃんこと増田優子さん、に、登場していただきたいと思います。長野さんといえばですね、講習会でなんかご一緒したことがありまして、ホテルから朝ね、ホテルから、じゃあ一緒にみんなで車に乗って会館まで、その講習会場まで行きましょうってことになりまして、私が長野さんのが窓際で、私が長野さん隣に確か座ったと思うんですね。それでとても素晴らしいね、あの田園風景の道をザーッとこう走っていたわけですよ。で、まあ、長野さんと、ああ綺麗だねなんて、まあ本当緑鮮やかなね、田んぼがこう見えましてね、もう一面あたり一面田んぼだった。で、長野さんがそれを見ながら、あら美味しそうなおにぎりって言ったんですね。もうね、やっぱあの想像の翼のね、広げ方がもう半端ない長野さん、さすがです。みんなの隠し芸。バスも行きました。先日ロケットクレヨンのニューアルバムがキングレコードから発売されました。笑顔の力というねタイトルですけれど、それについて、たかしくんと電話がつながっておりますので、読んでみたいと思います。たかしくん。はい、たかしです。今回のアルバムは一言で言うと、とっても激しいアルバムです。どう激しいの？あ、もうちょっと詳しく言うと、いろんなダンスが入ってます。普通のダンス、フォークダンス、サークルダンス、あと、二人組で遊べるダンスとかも入ってますので。そんな激しそうじゃないけどね。そうですね、今おうち時間ということで、子供たちにはストレス発散、大人の皆さんにはダイエットにおすすめです。いい汗をかきましょう。そんなアルバムです。まあなんかよく分かんなかったけど、次にさとしくんにも話聞いてみたいと思います。さとしくん、今までのアルバムとどう違うの？以前と違うところはですね、ケロポンズのお二方と、そして新澤俊彦さんと一緒に作った曲、初のコラボ曲が収録されてます。俺は誘われなかったんだ。そして、まあ、新しいことにもチャレンジしたいなと思って、英語の歌が入ってたり、そして今回は初となる DVD 付きとなっております。でも、俺は誘われなかったんだよな。見えるラジオをご覧の皆様、このニューアルバム、笑顔の力、タイトルのように、今この大変な状況の中、皆様に少しでも笑顔を届けられる、そして元気を届けられる作品になればと願っております。おうち時間、今回は DVD 付きということで、おうちの中でも思いっきり体を動かして遊べる作品になっていると思います。どうぞロケットクレヨンニューアルバム、笑顔の力、よろしくお願いいたします。全然聞いてないんだから。で、まあとにかく笑顔の力、どうぞよろしくお願いします。おはがきを読みたいと思います。熊本の山本慎一さん。中川さん、こんにちは。こんなに月曜日が待ち遠しいのは久しぶりです。ほんと楽しい。ありがとう。中川さんのおしゃべりが面白い、心地よいです。本当に元気をありがとうございます。早く早くお会いしたいです。俺もだよ。リクエスト
誰かが星を見ていたをお願いします。あ、これは切手シート当たってませんでしたっていいんだ全然。誰かが星を見ていたという歌は、世界中の子供たちや、はじめの一歩なんかと同じ、1987年、33年も前に作られた歌であります。小室仁さんという方がですね、自分のコンサートのオープニングにこれを歌って、くださっていたことがあるそうです。では聴いていただきましょう。トレア帽子店で、誰かが星を見ていた。アフリカの星を見て、ゾウたちは育った草原に寝転んで、流れ星を見てた。南極の星を見て、ペンギンは育った。氷山に寝転んで、流れ星を見てた。中川ひろたかソングブックですけれど、今週は、大木恵美さんっていうね、方が、世界中の子どもたちが歌ってくれています。それを お聞きいただきながらお別れしたいと思います。
大木さんにはですね、この長野さんの手ぬぐいを差し上げます。では来週月曜日またお会いしましょう。さよなら。